ところだ。あっちゃんか、うん、はい、よかった、少しでも行ってください。いつも負けなかったな俺よりよく、この子昨年ちょうど70周年がありましたし、今年公開の文化祭があって、まあ、地域の方に南会津高校のことを知っていただければということで、まあ、始まったのがきっかけです。もうあること自体で、まあ、なんですかね、まあ、活気もあると、まあ、活性化につながっていると思いますし、まあ、あとはこの地域に住む方々が、この学校を卒業した方が、まあ、大半であるというのが一番大きなところかなと思います。まあ、本当にお世話になって、この学校にもそうですし、この地域の方にもお世話になって、本当に今の自分があるなっていうのをつくづく思いながら、まあ、自分ができることを少しでも生徒にも伝えていきながら、あと地域にも役に立てればなと心の底から思ってます、はい、どうもありがとうございます。南郷地区の文化祭については、文化協会というのが団体ございまして、それに会員、まあ、20数団体の会員が加盟しております。そして町の文化祭に向かって1年間かけていろんな勉強をしながら、まあ、趣味の世界でやってしまして、今日はその作品を皆さんの前で展示するというようなことで、いろんな団体がおるんですけども、まあ結構南郷地区の方は趣味を持っておられる方が大勢おられまして、いろんなこの趣味のにこう携わっている方が大勢おられまして、もう何十年も前から南郷地区の文化祭については本当に大勢の方々が趣味を持っておりまして、参加しておりますって、まあ、これといったものはないんですが、結構大勢趣味がたくさん、多彩なたくさんあります。そうですね、差し子、いろいろ大変させていただいて、差し子もやらせていただいたし、いけばなも、はい、やらせていただいて、どうですか、はい、一日も楽しんで、ありがとうね、遊んでもっと、本当は1時間、2時間で帰るつもりだったんですけど、結局、この勢いだと最後までいそうな感じです。はい、なんか体験も、割とどれもゆっくりやらせてもらえるので、ゆっくりじっくりで、刺し子なんかも本当はもっとやりたかったぐらいなんですけど、はい、すごく長時間、南郷の文化祭は楽しめる文化祭です。そうですね、はい、ゆっくり来た方がいいと思います。ゆっくり来てたくさん、はい、ありがとうございます。多彩な文化体験を楽しめた南郷地域の文化祭、文化が街を活性化する期待につながる文化祭でした。